私にとっても、思い出深い、お店となっております。またね、前回は取材も来ていただいてグッドモーニングでしたっけ、はい、その番組も出させていただきました。社長もバッチリ映ってました。ね、ありがとうございます。